い、どうも、コミです。さて、本日はですね、関西クラクラクラブホームから動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、こちらですね、まずその前に JWC 最終戦かな、これ。負けてしまいました。しかも、結構な大敗。まあ、悔しいですよね。相手のね、攻めが本当に今上手くて、15人同士の対戦で3つ残して全部全開されちゃったということです。で、まあ、私の村もね、まあ、見事に全開されて、まあ、なんとか1回守ったんですけども、2回目はもう王道の攻めでやられましたね。まあまあ、次のね、セカンドシーズンに向けて配置もやっぱ、チーム全体で練り直していかなきゃいけないかなっていうふうにも思うし、あとは、まあ、攻めもそうですよね。やっぱ磨いていかないと。まあ、配置が弱かったっていうのもあるかもしれないけど、相手の攻めもめっちゃうまかったんで、やっぱりまだまだ、課題はあるかな、というふうには思います。まあ、クランの相性とかもいろいろあるかもしれませんが、そういうとこはね、置いといて、本日は、その中から、ですね、まあ、反省すべき点、いくつかありますが、一番やっぱね、我々反省しなきゃいけないなと思ったところ、ちょっと今回はお話ししていきたいと。いうふうに思います。でですね。まあ、これですね。でもね、結構ね、いろんな方がね、きっと同じ、ところに気づいてないと思うんですね。まあ、気づいてないって言い方をすると、ちょっと上から目線かもしれないんですけども。これですね、ボキボキさんが攻めてくれたタックなんですね。で、プランニングめちゃくちゃ優秀なんですよ。この後ね、見てもらうのは、これの修正前回なんですけども、この修正前回を全然ね、簡単にできてしまうぐらい優秀なプランです。どんな形かっていうと、イエティラッシュですね。を使って、この村を攻略していくわけなんですが、まあ初見なんで当然ね、こうね、ホーミング確認用のバルーンを投げていったりとかしていますね。していながら、ヒーラーをつけていって、おでひーでこのくじ面を削っていくと。で、さらにですね、この辺っていうのもこう削りを入れていって、で、イエティたちを、まあ、ここからですね、こんな風にガーンと流していくと。まあ、いうような感じのプランニングになっていきます。で、まあ、このプラン自体はね、非常に、そつなくてうまいんですよね。本当に綺麗にイエティとボーラーがまとまってね、壁の中に入っていくようなプランになっていて、ペッカを最初出して、縦役にしておいてから後ろからイエティですね。まあ、コスパで言ったらやっぱり縦役のイエティっていうのは、ペッカっていうのは、結構いい効果があって、このね、ペッカがいることによってだいぶ、ユニットが長生きすると。で、これクエイクでしっかり壁にこう穴を開けていきます。ちょっと開き切らなかったのかな、これ。なんかちょっと手違いがあって、これクエイクの手が止まっちゃってますね。まあ、ただまあ援軍処理してる最中なので、まあまだなんとかなるかなっていうところですね。これですね、援軍処理でまあ足が止められたんで、まあそんな大したもんではなかったでしょう。ただ、一層これ開いてないのが少し気になりますけどね。さあ、で、イエティたちが壁の中に入って暴れまくると。で、ここですね。ホグライダーが10日弊社から出てきたところに多分ロイヤルチャンピオンを合わせていくんだろうなというふうに思うんですが、違うかな？出てこないですね。ロイちゃんどっから出すのかな？あれ？来ない。ロイちゃんこれ出し忘れ、あ、ロイちゃん、遅いですね、ちょっとね。ロイちゃんが上から出てきましたね。はい。一時方面から出てきました。もう結構ね、短期でロイちゃんが行っちゃってますけども。まあまあ、まあこれでもね、もう本当にちょっとタイミングが遅れちゃったんですけども、かなりいいとこまで行くね、ナイスアタックなんですよ、この、プレイって。まだレイジ1個残ってるじゃないですか。こんな風にね、簡単に、なんていうのかな。この村を取っていく、すごい両プランだったんですけども、何にやられたかというと、時間にやられたんですね。ここ、残っちゃったんですよ。見事に。で、今回お話ししたいポイントっていうのがそこなんですね。全開を取りに行くアタックなのか、それとも星2を取りに行くアタックなのかっていうところを、はっきりさせた編成を組んだ方がいいっていうのが、本日のお話です。でね、レイジが1個残ってるっていうのをよく見てください。これですね。これ。残っちゃってるんですよ。使いどころがなくて。だけども、最後も全開が取れないっていうのは、もう完全にこれタイム、なんていうの？ロスがどっかにあったっていうところなんですね。で、どこにあったかっていうと、この全部防衛壊し方の回収にあったんですね。今皆さんですね、その攻めの編成組むときに、どういうふうに考えてますかね？回収用のユニットって意識して入れてってますかね？どうでしょう？もしかしたら、その回収ユニット入れてない方って多くないですか？まあ、当然回収ユニットが仕事をする場面っていうのは、防衛施設がある程度壊れた、まあ、全開レベルに防衛施設が壊れたところら辺でしか、そういう、まあ、ウィズとかは機能していかないわけじゃないですか。なんで、当然ながら、
序盤から終盤にかけての防衛の主要な防衛施設破壊ができなければ、まあそれらって本当無駄になっちゃうわけなんですよね。まあイーグル砲とかが残っちゃったら、ビザードなんかがね、外周一生懸命そのパーセンテージ稼ぎしてもイーグル砲にやられちゃったりとかして、意味ないじゃん。だったらペッカとかをしっかり増やして、イエティとかね、増やして、まずはね、前回までもう一方っていうところまで確実に、持っていける、ユニットを増やした方がいいんじゃないの、まあ、要するに壁の中に入れるユニットを増やした方がいいんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですよ。でもね、それちょっとね、考え方を変えた方がいいと思います。これはね、明確に僕そう思うんですね。なんでかっていうと、今の環境ってですね、特に今の環境はそうなんですけど、攻め結構優勢なんですよ。守りよりも攻めの方が、輝ける環境になってるんですね。っていうことになるとどうなるかっていうと、星2っていうのはね、基本的に取れるんですね。多少ユニットの数を減らしても。まあ、当然ね、回路配置とかいうね、その真ん中にタウンホールがあって、周りに何もなくてね、ユニットがタウンホールに到達しないような配置。これは別ですよ。まあ、これはまたね、少し、簡単に星2が取れるっていうと語弊がありますけども、まあ、それにしても、別にじゃあユニットを減らしたからといって、この回路配置を攻略できないかっていうと、多分攻略できるんですよ。タウンホールまではしっかりとカットを入れることによって、ないしはまあ突撃艦をそこにぶつけることによって取れるわけですね。なんですけども、その星2を取ってから全開に持ってくるときに一番、注意しなきゃいけないのは時間切れなんですね。で、今この環境っていうのはなおさら時間切れが起きやすくなってるっていうことをもう一度皆さん念頭に置いていただきたいと思います。なんでかっていうと、これ最近のね、4月のアップデートによってこの金山とか、あとはこのエリクサーポンプがね、強化されましたよね。これって単なるファーミングが剥がれ取るだけじゃないんですよ。この体力が上がっちゃうことによって時間切れのリスクがより高まっちゃったっていう風に考えるべきなんですね。で、それなので、ね、怖いのはですね、やっぱり時間切れが起こりやすくなっているこの環境をどういう風に、対応するかっていうところ、まあ、ここにね、気を使っていかなきゃいけないんですけども、何がじゃあ必要かっていうと、結論はこれですね。これウィザードが2体いますよね。これだけでいいんですよ。要するに、ほんの8枠か10枠分ぐらいの回収ユニットを持ってきましょうっていう話なんですね。それだけです。で、これ今、ロイヤルチャンピオンが、9時方面から出てきましたよね。で、これを、見て、ウィザードを出していって、この辺の金山とかも壊し始めてますよね。この仕事がすごい重要なんですね。で、こうすることによって、時間切れのリスクがなくなる。まあ、なくなるというとちょっと言い過ぎかもしれないけど、だいぶ減るわけじゃないですか。減ってくるんで、それを、ちゃんとね、できるかどうかっていうのが、これからの環境、全開なのか、それとも、あと一歩及ばず、96% とかね、8% とか、そういう時で終わっちゃうのか。この違い、めちゃめちゃでかいですからね。今回みたいな、そういう大会なんかでもそうですけど、あとは、普通のクラン対戦リーグなんかでも、追い打ちが やっぱできない。一人一人のそのアタックっていうのもしっかりとね、前回取れるところは取っていかなきゃいけないっていう、まあ、環境下において、本当にそこもう一回誰かが攻めなきゃいけないような、惜しいところで終わらせちゃうのか、前回まで持っていくのか、この違いはやっぱ大きいですよね。まあ、でも、くるみんさん、まあ、当然ながら、2回目のそのアタック、秘書権なので、修正も加えてるから、なおさらですね、まあ、こう時間は余るわけですね。まあ、1分、2分30秒ぐらいか。で、全開取っていってると。まあ、30秒ぐらい余裕ができてるんですけども。まあ、やっぱですね、もしも、ここの、施設をカットするウィザードがいなかったら、この30秒ってそんなに、十分な時間じゃなかったかもしれないですね。もしかすると、もしかしたらがあったかもしれない。で、やっぱりですね、まあ、今回言いたいのは、ちゃんと回収のユニットを持っていきましょうってことなんですね。星2を取って、60%、70% で終わっちゃうのと、星2を取って 90% で終わるの。どっちがいいですかって言ったら、どっちも嫌じゃないですか。どっちも嫌なんですよ。結局、星2は星なんですよね。なので、だったら、10コスト分ぐらいね、別に削ったって、そんなに大きな影響ないと思うので、10コスト勇気を出して削って、ウィザードとか、あとはまあ、ガーゴイルとか、そういうね、回収用のユニットを必ず持っていきましょう。全開を、あと一歩で取れるっていうところ、さっきのボキボキさんのプランってめっちゃ良かったんですよ。あれを全開まで本当持ってきたかったってご本人も思ってると思うんですけども、そのポイントは勇気を出して、ユニットを回収用に回すこと、これだけです。ぜひね、やってみてもらいたい、というふうに思います。はい。というところでですね、もう一個見てほしいんですけども、これですね、99%。
これピッカさんのアタックですね、ドクター J さんのアタックなんですが 99% で終わってます。これなんでかっていうと、まあ、さっきみたいな単純な話でもないんですね。ちょっとこれはドクター J さんの配置の練りがちというかいうところですね。で、このピッカ様のアタックもですね、めちゃくちゃプランがいいんですよ。プランがいいんで、その後ですね、謎リアアタックを決められちゃってるんですけども、まあ、でもね、これ、ワンチャンやっぱり前回まで持ってかれそうな場合でも、それを紙一重食い止めるために、こういう方法もありますよっていうね、まあ、ご参考です。で、アーチャークイーン食い火の形で3時からスタートしていきますね。これ、タンホールは壊したんですが、シングルインフェが残っちゃいました。ちょっとこれね、多分おそらくピッカさんのプラン的には、両方とも壊すプランだったんだろうなと思うんですけども、うん、これちょっと多分予想外な展開ですかね。で、タウンホールがやっぱですね、今、これも4月のアップデートで、ミニエティからのダメージが半減しちゃってるので、タウンホールに対するダメージが。なかなかですね、そのタウンホールに、イエティを当てていくと、そこでイエティの手が止まっちゃうっていうことは、まあ結構ありますよね。まあそれが多分今回影響してんだろうなというふうには思いますが、まあまあ、それでも本当にこのピカさんのプランも優秀です。さっきのね、ボキボキさんのプランみたいに、もうほぼほぼ全開が見えるようなプランをもう1本目からやってきているので、まあそれをなぞる方も多分ね、自信持ってなぞれたんだと思うんですけども、さて、ここですね。まず序盤は、あんまりですね、普通に見ていってもらえたらいいと思います。しっかりと、アイシャークイーンを歩かしていって、シングルインフェルノもね、これよく見てましたね。ちゃんと、シングルインフェルノの範囲外にアイシャークイーンが出ることを、見計って、クロークを温存しましたね。この辺やっぱさすがですね。で、ここですね。ウォールブレイカーを入れていって、アーチャークイーンをこの溝の中にこう歩かせていきますね。で、そのままディガホグパート、ここですね。出していって、こんな風にディガホグを展開していくという格好になります。さらにですね、このアーチャークイーンのところにジャンプも打ってますので、なかなかね、このディガホグでアーチャークイーンにジャンプ打つっていうのはあんまないですね。ただまあ、このアーチャークイーンが処理してほしい、この辺、投石機とか、インフェルノタワーとか、なかなかね、コストの高いというか、守りの要になってくる施設がいっぱいあるので、まあこれはですね、ジャンプを使ってでもクイーンを中に入れて、ディガホグのルートをね、こう限定、こっちをクイーンがこう潰してくれれば、ディガホグのルートが限定されるのでね、なおさらまあ、前回までこう伸びやすくなるし、ということでまあ考えたんだと思いますね。EAT パートでしっかりこのタウンホールを潰してるので、まあ多少のルートはできてるんですけども、クイーンを中に入れることによって、なおさらね、この EAT たちのルートが出来上がり、かつ、ディガホグのルートが出来上がり、かつ、クイーンとね、ディガホグが合流することによって、ヒーラーがクイーンも回復する、ディガホグも回復するということで、ユニット全体が生きるんですね。この形を作るためには、レイジーとかヒーロー一発減らしてでもジャンプを持っていくという発想はお見事ですね。で、ただですね、やっぱり終着点が6時になっちゃうんですね。そうすると残るのが、このテスラなんですね。これ、カドテスラ。これもですね、時間切れにはすんごくね、効果的です。で、こうすることによって何が起こるかっていうと、まあ今なんかまさにそうですよね。典型的なパターンなんですけども、ユニットたちがみんな、6時にこう流れていくじゃないですか、ガーッと。流れていくと、こっから、ここまでこう歩いていかなきゃいけないんですね。こういう風な、時間を使わせて、最後、一個だけ、施設を残す。このね、まあ、テスラを角に置くことのメリットって二つあるんですよ。一つは、最初見えないので、初見の場合には、ここを回収しなきゃいけないっていう気づきをどうしても得ることができません。初見だからここにテスラがあることには、が分かって回収を考えられるんですけども、初見ではこの回収絶対考えられないんですよね。なので、今みたいな事故をもう、意図的に誘発することができると。まあ、いうのがまず1点ですね。で、もう1点、2つ目っていうのは、ですね、こういうテスラを作っておくと、仮に回収のユニットがそこにあったとしても、まあ、ウィザードとかがそうですよね。あったとしても、もうウィザードじゃ、テスラ倒せないんですよ。なので、回収用のユニットを当てさせない。例えば、ここにまあ、大工の小屋みたいなものがあったら、まあ、それは別にアーチャーで簡単に壊されちゃうし、ってことになるじゃないですか。でも、テスラだったらアーチャーじゃ当然倒せないし、最初そこにあることすらわからないし、で、おまけに、ウィザード持ってっても、なかなか倒せないっていうね、まあ、こういうね、そのいやらしさがある、その施設なので、カドテスラをね、初見殺し用の、特に時間切れに置いとくっていうのは、結構ね、まあ、やってもいいと思います。クラン全員でそれやっちゃうともうバレちゃうんで、まあ、クランの中でまあ、多くてまあ、2人、3人ぐらいやっておくと、
相手はですね、あ、もしかしたらこのクラン、カドテスラ結構、意識してやってるクランなのかなとか考えてね、考えすぎてドソボにハマるとか、そういうケースもありますので、まあ、そこはね、ぜひ、まあ、クランの中で何人かが意図的にそういうカドテスラをやるっていうのもあるんですね。はい。で、こんな形でですね、あとは、ミワさん。この方今回星6でしたね。うまかったなって思うんですけど、さっきのですね、1本目のアタックと同じようにですね、壁の中にしっかりとアーチャークイーンを入れていって、同じようなルートでディガホクを出していくということになりますね。いやー、非常にうまかったですね。この、2人の、その、なぞり合い。まあ、典型的なそのチームワークだと思うんですけども、ゴアゴールでしっかりと、ね、削りを入れてバーバリアンキングが九時方面に流れるようにルートをてかまあカットをしますね。でそのババキンをしっかりと通り九時方面にこう流していきながらこうですね流していきながらここはクイーンで削っていくとでディガホグをその間に流していくっていう感じですね。まあ、こういう3層構造を取ってますね。まあ、前私がディガホグの動画を出しましたけどもこの3層構造非常に重要です。アーチャークイーンと、バーバリアンキングを両サイドにこう置いてですね。で、その真ん中にディガホグを流していくっていうこのパターン。この3層構造は本当にディガホグをするときのもう強化的な方法なんで、今回ね、ミワさんとまあその前の1本目、ジャンプを使ってクイーンを壁の中に入れててますけども、まあ、3層構造をきっちり作るという観点からすると、このやっぱりクイーンを中に入れるっていうのは合理的ですね。で、カドテスラにはバルーンが効くんですね。このバルーンで落としていきます。これね、今ですね、ちょっと、バルーンに赤風船が何個かボンボンいってましたけども、これ黒いホーミングにしようとも良かったかもしれないですね。ホーミングにしておくと、なお、このバルーンがそのホーミングで落とされちゃうんで、回収用に持てたバルーンすらも、テスラにやられるというね、美味しい展開を作ることができたかもしれないですね。はい、というところでナゾリの展開は見事だったんですが、本日のテーマ分かりましたかね。要するに、ポイントは2つです。1つはまずは必ず回収用のユニットは入れていきましょうってことです。現環境において星2を取るっていうのは、まあ、結構できます。その星2を取った後 70% で終わっちゃうっていうのを怖がって、全部ですね、ユニットを中心の壁の中に入れる、ように回しちゃうのか、それとも、そうなるリスクがあるかもしれないけども10コスト分ぐらい勇気を出して回収用のウィザードやガーゴイルに回すのか、この違いは非常に大きいので、ぜひね、ウィザードやガーゴイルっていう回収用のユニットを持っていってもらいたいというのが一つと、あとは守る側からするとカトテスラ、これですね、結構ね、いいです。クラの中で2人3人ぐらいやっておくと、カトテスラをみんなね、相手のクランが怖がって結構プランが乱れたりするんで、まあおすすめっちゃおすすめですね。みんながやる必要は本当何度も言うけどないんですけども、何人かがやるっていうのはおすすめなんで、まあ、クラン内のね、チームワークの一環としてやってみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいです。まあ、こんな形でね、まだまだ発展途上ではありますので、皆さんの力をね、ぜひお借りして、一緒にこう強く楽しくやっていきたいというふうに思いますので、皆さん遊びに来ていただけるのをお待ちしております。はい、では本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。